22日スイスイスマイル水曜日20時を回ったところでございます。大阪市淀川区東三国にある FM 姫デーパチャック、パンクロックでデーパチャック、 DJ は2年ぶり2度目の痛風に右足の親指の付け根デストロイ、ここをねお送りします。痛いですよこれ、ほんま何これ。もう俺じゃわっちゃんっていう先輩がおるから、わっちゃん30年かな痛風なんて、これおるからこれはどうですか、 あれこれ聞くんやけども、2度目痛いですわ。はい、先週末ねマイチックスのライブを3人で CD 先行発売ライブやったんやけどもね、なんだかんだとね年末の忙しい中にね皆さん遊びに来ていただいてありがとうございます。それほんまね、共演のねオラインパンツあっちね、スケルトンパンティーズがねパンツ系、パンツ系ですよ。それとビートギャング、フードボーイズのねパンク系、楽しいライブありがとうございます。CD 先行発売っていうことでね、ご購入いただきました皆様ありがとうございます。ね、よかったでしょね、はずやねまね、これとこはずれないよね。本日はそのマイチックスのサードアルバムのね発売日ですよ。イエーイね、発売日ということでここでね、ありがとうございます、拍手ありがとうございますね。本日ね、今日ね購入してくれた人もいてるのかなね、映画曲それてますから、よろしくよろしくお願いいたします。ではね、本日ね後半にねラフィーノーズのねクリスマスプレゼントの当選者発表なんですけどもね、お楽しみにしておいてください。さてそれでは本日の1曲目です。ラフィーノーズで電波ジャック、聖者が街にやってくる。Time.
週のイベント情報。はいはい、いきますよ。さっさとクリエイティブディストラクション2 days ね、キングコブラのねブッキング担当ジョンとの共同開催クリエイティブディストラクションを25日26日の2日間にわたってキングコブラにて開催します。コロナ禍のね煽りを受けて開催延期となった9月11日の延期公演も兼ねております。年末の多忙な時期かと思いますがよろしくお願いいたします。アキラのね心の声です。はい、12月25日土曜日キングオブラね出演の方はザ・ノースマウス、ナイトロックス、パンケーキス、爆弾クラブ、ショットガン30DJ はケマ。そしてね12月26日 2days のね2日目日曜日キングオブラ出演はザ・セクト、ギャングスターズ、バーストボックス、ザ・スペクターズ、両日ともになんですけども、オープンの方は17時半スタートは18時になってますね。前売りは2500円、当日は3000円。これ書いてないんやけどね、多分ねドリンクは別と思いますね。クリスマスはねやっぱりパンクロックを浴びながら真っ赤な真っ赤なねキングコブラね過ごすっちゅうのもええんちゃうかなと思いますよね。それではねこのイベントに出演しますナイトロックスで電波ジャックヒーロー。
かあれね、懐かしい感じがするね、メロディーね。うん、落ち着きます。はい、それではね、 FM 三重でね、23時55分からオンエアしております、ホットエアウェーブ、12月24日までのね、1週間オンエア中のパンクアイドル、我らがパンクアイドル、パーソナリティの毎日から声のお便りが届いておりますね。なんちゅうかな、ちょっとボサイクなね、夏男がね、ツイッターにね、アーカイブ的なやつをアップしてくれてるからね、俺はそっちで聞いてますよ。皆さんもね、まあ夜ね遅かって無理な人はそれを聞きましょうちゅうことでね、それでは毎日どうぞ。ヘルシースマイルバンクロックをウッキーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ザ・マイチックスのギターボーカル、マイチです。はい、皆さん、今日12月22日は何の日か知ってますか？今日はですね、ザ・マイチックスサードアルバム、ラブイズザメッセージの発売日でございます。皆さん、もうゲットしてくれましたか？先週の土曜日にですね、キングコブラで先行発売イベントもやりまして、大大大好評で終わりました。どうもありがとうございました。そこで CD ゲットしてくださった方はもうガンガンリピートしてくださってると思うんですけども、はい、今からでも間に合います。ぜひいろんな、CD ショップでもネット通販でも売ってますので、ぜひお買い求めください。年末年始のお供にマイチックス、ぜひご愛顧よろしくお願いします。ではでは、今日発売の Love is a Message の中から1曲聴いてもらいたいと思います。 The Magix でタイムカプセル、どうぞ。
ね、こういう熱い魂をさ、なんていうの、さらっと終わらすね、このセンスね、好きなんさ。俺前も言ってたよ、なんかあのなんていうかな、これやんと思ったら結構引っ張ってまう方やね、俺ね。それをこう勇気あるわ、こういうのすごいね、こういうことをやる人たちは斬新というか、こう尊敬しますわ。はい、ありがとうございます。大通りバンドのね、ギター誠が所属しますトラでラブダイナマイトでしたね。ラブダイナマイトって感じだね。それではね、時事ネタをね、ちょっとね、今週末はね、皆さんご存知の通りクリスマスですよね。うん、ちゅうことでね、ちょっとだけね、ちょっとだけよみたいな、あんたも好きねみたいな感じのクリスマス特集ね。イエイイエイ、クリスマス特集ですよ、イエイ。ありがとう、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 ね、ということでね、恋人たちにクリスマスソングを、初老のカップルにクリスマスソングを、ソロ活動をしておる方々にクリスマスソングをね。多分ね、世界のこのラジオでさ、なんちゅうのこういうクリスマスソング特集はないかなとは思っておりますけどね。はい、まずはクリスマスソング1曲目、ニューロティカで電波ジャック、ファッキンクリスマス。プレゼント、自分の頭をちょっと使えよ、見た目通りの情けよ、メリカシナイサイレンナイヤルキレナイサイカナイワンダムダムダムサイスカナイアルカナイオーマイガー。自分の信仰もまたレクセリー、長いクリスマス、本当に分かってるか、この日だけには教会行きましょう、いつの間にやら今度ハッピーニューイヤー。お前がI'm not afraid to die.
星は傾きながら全てを委ねられて深い夜のしじまに来ない朝を作る散りばめられた格差僕は
ダブルボギーで僕らのクリスマス、そしてモブスでカリスマでした。クリスマスって書いてんのかな思ったけどね、カリスマって書いてましたね。すまねん、クリスマスソング売っちゃいました。すまねん、ちょっと間違えましたね。でもね、このねモブスのねカリスマ日本語バージョンってかっこいいよね、これね。ジーザスクライスト言うとだね。はい、それではバカにしてるわけじゃないですよ、ほんまにね。はい、それではクリスマスソング特集のね締めくくりなんですけどもね、やっぱりねこの番組これを流さないとあかんのちゃうかな思っております。これわかるかな、みんな、みんなこれ来るんちゃうかなっていうの分かってるかな、分かってるとは思いますけどもね。はい、いきますよ、わかるかな。コブラでデンバージャック、バッドナイトクリスマス、メリークリスマスね、イエイ。
ヨスコのボーカルラリさんのねギター最高やね。まあ、最高です。おっね。でね、このコブラも最高ですけどね、このね、次かけるこの最高のバンド、かっこいいバンドをね、この番組にね、流そうと思ってんけどね、俺直接ね、その連絡先も知らないので、そのまあ、確認も取られへんから流さなかったんですよね。でもね、この度イベンターのビリーがね、連絡を取ってくれまして、ヘルシースマイルパンクロックでオンエアできるようになりました。イエーイ、ほんまありがとうございます。ほんまビリーありがとうね。ほんまね、思うほどね、どんどんかけてって言うんですよね。ハートのでっかいバンドです。それではザ・パンクスよりいきますよ。わかるかな。ザ・ウィラードで電波ジャック、ジェーン。
それではね、皆様お待たせいたしました、ラフィーノーズクリスマス企画当選者発表、イエーイ。ということでね、10名様にね、本サンタから新婦ハレルヤをプレゼントいたします。では早速抽選します。レジ袋の中に応募者のね、名前を書いた紙が入っているんですけどもね、俺が引いた紙が当選者です。ではまずね、1人目、キョンキョン、キョンキョンさん1人目、おめでとうございます、イエーイ。次々言いますよ、次々ね。そしたら2人目いきますね、2人目です、パンクパンクパンクさん、イエーイ、おめでとうございます。2人目いきましたね。次は、3人目ですかね、3人目いきます、いきますよ、ゆうへいさん、おめでとうございます、イエーイ。3人目やね、これ3、次4人目、次4人目いくわ、4人目いきますよ、はい、ドラムロール、わっちゃんお願い、新井浩二さん、おめでとうございます、新井浩二さん、おめでとうございます、イエイイエイ。そして3、今何人目かな、1、2、3、4、次5人目かな、次5人目いきますね、わっちゃんお願いします。次はこれですね、マーヘイさん、おめでとうございます、マーヘイさん前も当たったね、おめでとうございます、運持ってますね、はい。次いきますよ、どんどん、次6人目かな、6人目いきますよ、わっちゃんと、あっちゃん、おいパンクラブさんです、おめでとうございます、イエーイ、あれ、イエーイ、ね、はいはい、次次いきますよ、それはドラムロールお願いします、みな、みな、おめでとうございます、次次いきますよ、ね、おめでとう。次が、何人目、8人目かな、8人目いきます、お、三ペケオクシーさんです、三ペケオクシーさん、おめでとうございます、イエーイ。なんかね、何個なしですよ、これがね、なんかね、あの、ですけど、次またドラムロールお願いします、ドラムロール、イエーイ、プリーズ。川口としひこさん、おめでとうございます、イエーイ。最後、最後いきますね、10人目になりますね、10人目、はい、わっちゃんお願いしますよ、ドラムロールスタート。あんまりな、これ呼びたくないんやけどな、なつおくん、おめでとうございます、イエーイ、おめでとうございますね。いやー、よかったね、ほんま。これね、俺ほんまあれで、なんちゅうの、この、レジ袋にほんま、紙に書いた紙、まあ、外れてる人もおるけどね。ごめんね、外れてる人、恨みっこなしでお願いします。ほんまね。みんなおめでとうございます。メリークリスマス。本サンタからもね、こう、プレゼントがあるっちゅう、プレゼントっちゅうこれなんですけどもね。もう、嬉しいことですよ、これ。なかなかそんな直接そういうことってないやん。ね、それをまた持ってはる人がさ、こうまたプレゼントしはるのかな、うん、それもまたええことね、それこそがなんていうんかな、なんかサンタさんの輪っていうか、ね、ポンサンタからサンタに広がるパンクサンタの輪みたいなね、ええよね、うん、もうこの企画ね、良かったことはね、そうやってね応募してくれた人で、CD 持っててもサンタになって友達にプレゼントしたいっていう理由ね、応募してくれてるっていう人がおるってことだけで大成功や思ってます。これこそね、ラフィーノーズというね、愛のある愛のあるパンクなんですよね、わかります皆さん。それではね、皆さん今日ね、本日の
ラストソングです。いきますよ。これわからんやろな。これはちょっと予想外かもしれんよ。ではどうぞ。Yeah.
シャルの皆さん、おめでとうございます、ね、パンクロックのね、輪が広がってね、こう広がっていけばええと思いますよ、ほんまね。パンクはね、ファッションだけちゃいますね。ね、やっぱりこう、ハートがあります。生き方とかね、そういうもんがあるんですよ。ただ、むちゃくちゃ押したらパックって思ってるね、なんかもうそういうのはダメですよ。なんかな、そんなんな、あの、10代とかなんかそんなの話じゃんか。そんなんで普通卒業するようなもんな、なんかパンクを履き違えてさ、なんか大人デビューとかしてる人おるやん、なんかもうそんなんもうかっこ悪いからもうやめなはれ、ほんまかっこ悪いよね。ラミーがね、愛を買ってるようにね、思いやりとか優しさとかね、愛を持つもんが強いんですよ、ね、来年もね、愛ある一年を過ごしましょうね。マイチックスのね、サードアルバムのタイトルは Love is the message ですよ、ね、いろんな愛をね、いっぱい感じてください。それではね、来週も平氏でお会いいたしましょう。歯磨きましたか？おしっこしたか？おしっこして尿酸値下げましたか？下がれ尿酸値、イエーイ、ほんまね、下がれよ、イエーイ。ということでね、 See you next week。 さようなら。